これは、ふるさとダービーで吉岡一着のゾロ目というのがありました、武藤義信が飛び込んできたというのは、ね、ありましたけれども、さてその注目の吉岡利正が登場いたします。第10競争が、間もなくスタートをいたします。解説は白鳥信夫さん、そして実況磯一郎さんでお楽しみください。ドームダービー5日目レースの方は10レースを迎えております。先ほど9レースは遠沢健二、そして鈴木誠、平田隆明が明日の決勝戦にすでに勝ち直りを挙げております。注目の吉岡が登場する10レース、このドームではこのところ負けを知りません福岡の65回生吉岡利正、果たして準優突破がなるかどうか、そしてしんがりなベテランの井上重則、10レース準決勝戦になります。1番が佐賀の井上重則、2番地元の高橋光弘、3番が栃木の神山雄一郎、4番千葉の泉田喜一、5番が福井の野原哲也、6番大阪の伊藤博士、7番福岡の吉岡利正、8番岡山の斉藤俊治、9番千葉の花島博之、以上9人の対戦です。まあ白鳥さん、はい、ドームでこの吉岡、このとこ負けを知らないんですよね。そうですか。そういう意味ではドームの申し子、そういった感じですが、力が大体ありますからね、そして昨日苦杯を舐めた3番神山が果たしてね、今日は思い切って先行。そうですね、まだ神山がね、彼本来の持ち味はまだ出してませんね。そうですね、特別選抜予選の2着も後ろから突っ込んできた2着ですからね。そうです、なんか大事を取りすぎてるような感じですよね、はい。まあ、お隣栃木県ということで準地元ですからね、この辺りで思い切った競争、そして地元の高橋もその神山にかけます。ちょっとこのところ出しぶったスタートですが、6番に伊藤が行きます。伊藤博士が前を取りました。大阪の伊藤が前を取ります。岡山の斉藤が2番手、3番手には5番の野原哲也であります。野原が3番手、3番神山雄一郎、2番の高橋が後ろ回り、4番泉田喜一、そして9番の花島です。後方7番の吉岡、最後方が井上重則、こういった展開です。やはり後ろ井上がついておりますから、吉岡この辺りはじっくりと後ろからラインを見るような形です ね、うん、ですね。後ろからゆっくりと攻めて、で自分の有利に主導権を取っていきたいという作戦でしょうね、はい。まあ、各選手もこの辺り読み合いでちょっと中断牽制状態ですが、3番神山雄一郎が今中断3番手に上がっていきます。やはり今日は白鳥さん、神山も動いて、このドームのファン、全国のファンにね、神山まだ健在というところを、そうですね、見せてほしいですね。見たいでしょうね、ファンもまた。まあ、もともと大型の選手ですから、大きな競争をしてね、やっぱり大型の選手はね、大型なレースをしてくれないと ね、 そうですよね。大きな競争で、まあ、お客さんにアピールしてもらいたいものであります。3番の神山雄一郎、高橋がマークを取っております。地元高橋光弘、そして4番の泉田喜一、この泉田は好調ですね。泉田もなかなか今回はいいですよ、負け知らずでこの準決勝まで来ました。泉田喜一、そして9番の花島のマークであります。その千葉の2人の後ろに5番の野原哲也、6番の伊藤、この5番6番といったところはちょっと癖者ですからね、7番の吉岡、結局7番で1番の井上重則、そして8番の斉藤が後方、こういった展開で折り合いがつきましたが、中段から泉田が早くも動いていきます。
早くも泉田が白鳥さん主導権を取るような形で上がってきましたね。で野原がね野原に切り、はい、で7番の泉田が来たんじゃないですか。吉岡ですね。吉岡が来たらそれに飛びつこうということですよ。なるほどね。赤番通過でさあ5番の野原が前で受けて吉岡外が1番の井上アクセン展開になるかどうか。2コーナーからバック吉岡の先行、吉岡の先行でインコースが野原外が井上競り合いになりました。3コーナーから4コーナーさあこの辺り激しいデッドヒート、激しいしのぎ合いからさすがに井上ここは我慢をしました。吉岡の先行外から3番神山優勝、神山まかり、神山まかり2コーナーからバック、しかし吉岡またスタート、その後ろから地元高橋が行く、地元高橋が行きました。3コーナーのカーブ高橋まくれるか、吉岡先頭、吉岡に決まった高橋4コーナーあった場内騒然、場内騒然、吉岡が吉岡で待ってる、吉岡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 です。強かった吉岡、猛然とまくった地元高橋、場内騒然。しかし1番の井上が粘ったかどうか、5番の今野原がどうやら車体故障でゴールに入ったようです。いや白鳥さん見応えがありました。ありますね、素晴らしい足を使いました吉岡に大きな場内からの声援が上がっております。しかし高橋もまくってきましたね。高橋もね、見せましたね。やっぱり地元ということで、そうですね、気合がこもってましたね、こもってましたね。まあわずかにその井上をかわすまでには至らなかったようですけれども、そうですね、この辺りは井上のしぶとたつね、しぶといですね、まあそれと野原との場内放送いきましょうか。ただのレースについて第一コーナー審判より赤旗が上がりましたので走行について審議いたします。対象となる選手は8番選手でございます。予期の通り赤旗審議中ですが、対象選手は8番の斉藤であります。8番の斉藤です。まあほっとしたような症状の吉岡、そして激しい攻め合いしのぎ合いで、さすがにこの辺り井上、白鳥さん、その確定をご紹介しましょう。はい、第10レースの確定です。1着7番吉岡選手、2着1番井上選手、3着2番高橋選手、連勝短式5番1番で払い戻し金は320円でした。マーク選手としての井上重則の、技というかですね、菊水丸さんがほーっつって溜めてた競輪は格闘技という表現もありましたけどね、それをあれ味わわれたんではないかと思います。そうですね、というのは、吉岡利真選手の後ろで起こった出来事であったわけですけれども、うん、では、勝ちました吉岡利真選手の勝利インタビューです。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございました。やっぱり吉岡選手もどの特別のって言えばダービーの優勝はやっぱりね一番乗りたいところでしょう。そうです ね, ね、これでまず準決勝を突破いたしました、はい、では白鳥信夫さんです。吉岡君、今日はもう思い切って、はい、もう早めに、そうです ね, ね、昨日と同じような二の舞になりたくなかったですから、もう主導権取ってしまえばね、あとそのままゴールまで突っ走ってくれば、はい、もうスピードもそのままの勢いでね、はい、まあ、体調的にはもう全然心配ないみたいね。そうですね、もう、ただあとはもうでまくり、昨日は、ね、まくりでちょっとね、はい、苦しい展開になってしまった。そうですね、しかし強いわね。いやいや、もうこれからもうの競輪界のやはりトップスター、ね、中野選手の次に現れてくる選手に期待持てる第一人者ですからね。ありがとうございます。もう吉岡君がどんどん活躍することによって九州の選手、若い選手からみんなもうどんどんそれに刺激されて、みんな練習に励んで、今度は九州王国が出来上がってくるわね。そうですね、頑張って九州も盛り上げたいですけど、盛り上がってきますよ。はい、まあ、頑張ってくださいね。どうもありがとうございます。もう優勝だけを狙ってね、はい、それも今日はスタートからもう後ろにいて、はい、もう抑え込まれないように。そうですね、で最後も主導権を取ってこうね、早めにも出ると、はい、で5番の野原君と井上選手が位置の取り合いやってたんですけどね。座礁の時はそのまま下向いてますもんね。もうゴールしに行ってスピードが全然落ちないものね。フォームも非常に綺麗なフォームでね、もう無駄のないロスもない
車全体の足のつま先に伝わってくるような本当に立派ですよ。どうもです。頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。今日も内田さんが片山さんが前のガラスから見てるとか。いや、目の前にいますけど。いや、そうですか。はい、それじゃあ、同じ仲間の皆さんと喜びをまた新たにと分かち合って、明日ファンの期待また高まると思いますが、はい、頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、第10競争を勝ちました吉岡俊政選手であります。